将の名に恥じぬ呂布の働きにより曹操軍は関東に散った。その地盤をより強固にした董卓はさらに関東を拡大するべく南西軍を編成し先方を呂布に命じたのだった。遠城の城主長州は呂布の名に恐れをなし立ちどころに降伏して城を明け渡した。呂布に引き続き遠城に入った董卓はそこで元の城主長斎の妻に心を奪われてしまう。長斎の甥である長州は董卓に激しい怒りを抱き軍師の郭に相談を持ちかける。郭は鄭州に滞在していた劉備の協力を取り付け董卓を吸収せんと計略を進めるのだった。退路を確保しろ。敵は俺が片付ける。呂布はどうした？このままでは逃げられん。これより救出に向かう。遅れるな。
ちと戦っていただこう。引き死に勝る勇猛の死を。今度こそ決着をつけてくれ。今見えることもあろう。さらばだ。私たちも負けていられませんNo!
殿の御為、ここで倒れるわけにはいかぬ。将が末孫、劉玄徳。民のためにもここでは引くべきか。Thank you.